7月18日公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、ウクライナ内戦とガザ侵攻、2、地政学リスクとの付き合い方、3、新興国危機プラス金融危機、こんな感じです。はい、昨晩からですね、急にその地政学リスクということが言われ始めたんですけれども、まあ、ウクライナの東部でマレーシア航空機が撃墜されてですね、まあ、これで誰がやったんだって話になってます。これは、多分ですね、今までの状況を合わせると、親ロシア派ですね、の、ミサイル5社なんじゃないかなと、私は思います。で、知らなかったんですけれども、旅客機って大体、高度1万メートル、10キロのところ、上空を、飛んでるんですけれども、もう今のミサイルだと、地対空ミサイルだと、25キロ、高度ね、25キロ、2万5000メートルまで、届いてしまうそうで、それは、そんなとこ飛んでたらいつか撃ち落とされますよね。飛んでる方が不思議なんですけれども、まあ結構みんな飛んでたみたいです。で、ただこれはやっぱりそのアメリカだとか、その親ロ派をうまく面白く思ってない今の、ウクライナ軍、ウクライナ政府は、としては本当にもう、これが奇貨と言いますか。これを奇貨として、潰しに来ると思うんですよ。国際的な非難が集まっているうちに、もう何をやってもいいだろうというふうにガーッとこう攻めてくると思います。それに対して、じゃあ、親ロ派ですね、ドネツク共和国なんかが、おとなしく、いや、悪いことしました。すいませんでしたって言って降参するかというと、絶対ないんですよね。ロシアもそうです。ロシアからの支援を受けて、ますます頑強に抵抗しますから、内戦は激化する。ここまでは誰でも読める。それから、イスラエルのガザ侵攻、このタイミングでやると、本当にこれ、偶然なのって思うんですけれども、こういうことって続きますから、それでこう、じっと見てる、米ロ対立、じっと見てる中国も多分なんか、このどさくさに仕掛けてくると思いますので、そういうのがですね、地政学リスクとの付き合い方ですよね。相場が上がってるうちは、例えばその、アメリカ株とかもこう、上がって、うちはですね、地政学リスクって同じことが起こっても全然意識されません。ところが、そろそろリグオかなとか、上が重くなってきたなって思い出すと、まあ、ちょうどこう株が下がるようなタイミングでこういうネタが出ると、うわーっと、広がってしまうことがあるんですね。悪いやつだと、思い切りショートをかましてから、これは大変だ、もう第三次世界大戦だと言って騒ぎますので、それにこう市場が反応するという感じになります。で、実際その新興国プラス、危機プラス金融危機ってないかって言われると、一応こう、目みたいなのあるんですね。ポルトガルの銀行の話だとか、まあ、今回の新興国の危機で、こういうのってネタもたくさん出てきますし、市場はこう、一回ね、こう、調整を始めると結構勢いついたりしますから、ないことはないと思います。ただ、そういう報道だとかジャーナリズムっていうのは騒いでなんぼみたいなところがあるので、第三次世界大戦だって言われても、まあ、こう冷静な目で見た方がいいですよね。この米ロ対立が、終わるかって言われたら終わらないです。アメリカが手を引かない限り、ウクライナの内戦というのは終わらないと思います。ただ、またそれが新興国危機、そしてその世界的な金融危機に広がるかというと別の話ですから。まあ、この局面では結構下押しをする可能性はあるものの、もちろんそこまで深刻にならない可能性はあるということで、状況を見てやっていけばいいというふうに思います。みんなが油断しているときは少し警戒をして、みんなが警戒しているときは少し買ってみると。そういうスタンスでいいのではないでしょうか。具体的な方法については会員サイトで、いろいろ助言をしてますので、もし興味のある方は覗いてみてください。では、7月暑くなってきましたけれども、頑張って儲けてください。以上です。